これから NEDO が行っている戦略的省エネルギー技術革新プログラムの中から排熱を有効に活用できる革新的な蓄熱材とシステムの開発をご紹介します。今まで使われていなかったような100度以下の低温の排熱を利用したコンパクトな高性能蓄熱システムです。省エネや CO2 削減、地球温暖化対策といった取り組みを進めるにあたって熱の利用が大きな課題となっています。高温の排熱は発電や熱回収といったシステムですでに利用されていますが、低温の排熱はそのままでいたのが現状です。今回の蓄熱システムを開発して、その発生源に限らず熱の利用を大きく解決することを期待し取り組んでまいります。こちらが今回開発しました改良型ハスクレになります。従来の蓄熱密度の2倍以上の性能を持っております。こちらが実際の内部構造モデルということで、蓄熱層の断面を表しています。ハスクレの特徴としまして、水に反応して熱を発散するという特徴がありますので、下から湿った空気が入りまして、ハスクレを通過したときに熱を発散しますので、上部の出口ですね、こちらから今乾いた熱風が出てまいります。こちらを利用して熱利用するというシステムでございます。こちらが蓄熱材を使った熱利用側を表したモデルになります。ハスクレを通過してカラカラに乾いた温風が出てまいりますので、乾燥空気として利用することができます。次に温水が作れますので、温熱としての利用が考えられます。3つ目に温風冷風が作り出せますので、空調としての利用も考えられます。従来の蓄熱密度の2倍を達成したことによって、モバイルの輸送も可能となっております。実際に日野自動車さんの工場を利用して熱利用と蓄熱のサイト間移動を実証試験しております。将来的には大型で熱輸送するようなトレーラーモデルというものも考えております。 NEDO はこれからも省エネルギーを実現する技術の研究開発を推進してまいります。